ハバルフスク。ハバルフスクは、ロシア極東部の都市で、ハバルフスク地方の中心都市である。2002年より、極東連邦管区の本部も置かれている。北緯48度42分、東経135度12分にある。アムール川のウガン中流域に位置し、ウスリー川との合流点のすぐ下流にある。人口は、2002年に行われた。 国勢調査によると583,072人であった。地域経済の中心として、機械工業や金属工業、木材業が発達している。行政的には、ロシアの極東連邦管区の本部が置かれ、極東ロシア地域の行政の中心となっている。同時に、ハバルフスク地方の州都でもある。なお、標準時は、アトックプラス10、価値は、 アトックプラス11のウラジオストク時間を採用している。首都のモスクワからははるかに遠く、シベリア鉄道経由で 8523km の距離、7時間の時差がある。一方、アムール川の対岸にある中国領からは 30km の距離にあり、中国はアトックプラス8なので、中国との時差は2時間、夏時間の期間中は3時間、アムール川とウスリー川の合流点にある。 大ウスリー島、中国名、黒、葛島は中祖国境紛争の重要な係争地となっていた。なお、2004年に国境確定問題は決着し、大ウスリー島がロシアと中国の共同管理に置かれることで合意したため、ハバルフスクに対する軍事上のリスクはほぼ完全に解消された。ついで2008年には国境線が最終的に確定した。 ハバルフスクは、シベリア鉄道の重要な拠点であり、コムソモリスクのアムールへ向かう支線の分岐点でもある。また、アムール川やウスリー川の水運にも恵まれるが、これらの川は冬季には長期間凍結する。最も寒い1月は、平均気温がマイナス19.8度に達し、 零化摂氏30度を下回ることも珍しくなく2011年1月にはマイナス40.0度を記録すると非常に寒さが厳しく人口50万人以上の都市では世界で最も寒い都市の一つ出る。しかし降雪量は比較的少ない。一方、最も暑い7月の平均気温は21.3度で連日摂氏30度を超えることも珍しくなく 2010年6月には36.4度を記録している。このように、寒暖の差の大きい非常に顕著な大陸性気候となっている。1858年、アムール川を闘信してきたロシア帝国の監視所が、アムール川とウスリー川の合流点に建設され、17世紀のロシアの探検家、エロフェイ・ハバロフにちなんで、ハバロフカと命名されたバロフは、 アムール川探検の際、現在のハバロフスク付近に、アチャンスクという要塞を築き植民地化を目論んだが、新軍などの攻撃により放棄している。1860年の北京条約により、この町の中心部になるアムール川東岸、ウガンの地域は、正式に清からロシアに割上された。1895年には、現在のハバロフスクという名前になった。その後は、 ロシアの極東進出の拠点となり、1916年にはアムール川を渡る鉄橋、アムール川鉄橋、現在のハバルフスクバ市が完成して、シベリア鉄道の国内線が完成した。それまでは東西鉄道によ中国領内のショートカット。1917年にロシア革命が起こると、極東地域は反革命軍が制圧し、1918年には、 シベリア出兵により、日本軍がハバルフスクを占領した。その後、1920年に日本軍は撤退して、極東共和国が成立し、1922年に日本軍がシベリア出兵を終了すると、ハバルフスクはソビエト政権の支配下に入った。ソビエトもロシア帝国と同様に、ハバルフスクを極東開発の拠点として重視し、 機械工業や金属工業などの重工業や、シベリアの豊かな森林資源を利用した木材業などの工業建設を進めた。また、極東では数少ない外国人開放都市と指定され、シベリア鉄道を利用する旅客や貨物の重要な拠点となった。その後、ペレストロイカによりウラジオストクなどが開放されても、経済や行政の中心地としての地位は維持した。 2000年に、ウラジーミル・プーチン大統領が、ロシア全土を7地区に分けた、連邦管区制を導入すると、ハバルフスクは、極東連邦管区の本部が設置され、名実ともに、ロシア極東部の首都となった。市の中心部分、旧市街は、ウスリー川がアムール川に合流するところの右岸、東側にあり、市内は、バス、路面電車、ハバルフスク市電、タクシーなどが利用できる。 市街地からアムール川を渡る橋はないが、北西郊外にハバルフスク橋がある。主要道路は、シベリア横断道路、鉄道は、シベリア横断鉄道、ハバルフスク愛駅及びボロチャーエフカジョムギ鉄道がある。また、アムール川とウスリー川の周運も利用できる。町の北東郊外には、ハバルフスク空港があり、ロシア極東連邦管区の主要空港である。以前は、 ダリアビア航空がここを本拠地としていたが、今はこの航空会社はなく、ハバルフスク新潟、2010年春から、成田も開始路線などを、ウラジオストク航空に引き継いでいる。2010年より、サハリン航空が札幌との間に直行便を運航開始した。なお、空港と市内の間にはトロリーバスが運航されている。東のシベリア鉄道から、西のアムール川にまたがる。 旧市街、郊外、近距離地帯には観光地も多い。その他、主なホテル、次のような大学がある。1917年のロシア革命前の明治の終わり頃から昭和初めまでおよそ600人の日本人居留民が滞在するなど日本とは交流は非常に盛んであった。日本人居留者は商業、運輸などのサービス業に従事していた。 その代表的な人物は、竹内和次であった。竹内は1896年に、ハバルフスクに渡り、写真屋を開業した。さらに、1910年には、外国人で初めて、ハバルフスクスペンスキー協会保有土地に、ロシア正教の許可のもと、大日本帝国極東貿易を設立した。大日本帝国極東貿易は、ホテルレストラン百貨店の機能を持つ複合ビルで、 貴金属賞ローゼンベルグ商会、スイス人と衣服、靴、雑貨などの販売をしていた。1918年から1920年には日本軍がハバルフスクを占領した。一方、第二次世界大戦後のシベリア抑留では多くの日本軍将兵がこの近辺でも強制労働に従事させられ、その中の多くがこの地で没した。現在でも日本人墓地が維持され、 近親者などによる墓参が行われている。また、一部の日本人向け観光コースにもここへの墓参が含まれている。1956年に日ソ国交回復が実現すると、1961年に横浜からナホトカへの定期航路が開設された。ナホトカ港でソ連に入国した外国人旅行者は連絡列車でハバルフスクに向かうように指定された。 モスクワやヨーロッパ方面などハバルフスクイエンを目指す場合でもここからは別の列車や航空機に乗り換える必要があった。そのためハバルフスクは極東経由でソ連を訪れる旅行者は必ず訪れる街となった。また1962年には新潟市長がハバルフスクを訪問し1965年に漁師の姉妹都市提携が調印された。同年には モスクワと共に、デワの海親方を団長とした大相撲のソビエト公演が行われた。1973年には、新潟と結ぶ航空路がアエロフロートにより開設された後に日本航空も運航。この路線はその後長きにわたり、日本のみならず、西側からソビエト極東地方へ向かう唯一の直行航空路となっていた。同時に、 新潟空港にとっても初の国際定期路線であり、同空港が北東アジアの各都市へ路線網を拡大するきっかけともなった。ソビエト崩壊後もハバルフスクと日本との関係は深く、1993年には日本の総領事館が設置されている。また、1995年にはハバルフスク地方と友好定型関係を結んだ。 青森県の青森空港からの定期航路が開設され、夏季に運航されていた。なお、新潟線、青森線ともに、ハバルフスクが本社のダリアビア航空が運航していたが、2008年の同航空の破綻に伴い、ウラジオストック航空によって、新潟線が称された。東京都は2010年より、ウラジオストック航空によって、成田国際空港線が、 定期チャーター便として運行している。このように、現在では日本との交流が盛んで、各大学では日本語教育が行われ、日本語学習者も多いことで知られている。日本へ留学する人も少なくない。しかしながら、ここ数年の日露間の外交関係の悪化などを契機に、近年ではその活発な交流に陰りも見せ始めており、航空路線も 青森や新潟からは撤退もしくは運休したままである。2009年に就航した新千歳空港を結ぶ路線も短期間で撤退した。その後、唯一成田空港との路線が継続して運行中であったが、2011年冬ダイヤでは運休し、ハバルフスクと日本を結ぶ直行便が1973年以来、初めて消滅した。しかし、2012年には、 シベリア航空の成田空港への直行便が就航した。2003年1月には当時の小泉純一郎首相がロシア公式訪問の一環として日本の総理大臣としては初めてハバルフスクを訪問した。2004年にはハバルフスクが本拠地のロシアアイスホッケートプリーグチームアムールのリザーブチームがゴールデンアムールとしてアイスホッケー アジアリーグに参加し、日本、韓国、中国の各チームとホームンドアウェイ方式で試合を行っていたが、2005年にはチームが解散した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。